やめろ、やめてくれ。みんなで僕を取り合わないでくれ。女の子たちに取り合いになる夢を見た。いや、なんだかんだ恐ろしい夢だったな。よし、起きるか。おはようございます。今日もいい一日です。今日は夢で女性たちに僕が取り合いになるっていうハッピーな夢を見ました。いや、とはいえ女性は怖いなと思った。そんな朝でした。ということで今日も一日全力投球で楽しんでいこう。昨日からちょっとね、掃除したんで部屋結構綺麗になりました。まだでも片付いてないとこあるな。ちょっと今日も片付けるか。部屋の片付けをすると心の片付けも一緒にできたようですっきりしますね。今日の服はお前に決めた。小森のウールカシミヤセットアップを着ていこうと思います。今日も寒いからね、これに今日も小森のミリタリーコートを着ていこうかな。行っちゃおうかな。インナーには小森のウールロンティーを合わせていきます。この下に白 T を着て、これを着てジャケットを着ます。今日は小森デイ。もしも君が暗いなら迷わず出てくさ、君のよくすれいくすれ暗示するよハニー。今日のメガネはですね、先日バディオプティカルのメガネにジンズでミディアムココアというカラーレンズを入れたので、それをかけていきます。こんな感じ。今日も全力投球で楽しんでいこう。今からアツヤンくんってことランチを食べに行ってきます。昨日もピザだったけど今日もピザ屋行こう。今日は水をつけていこうか。エアポッツマックスに香水は今日はお前に決めたバームちゃんをつけていきます。ぼやけてるバームです。今日はモルダー履いてくよ、このサイドのルックスめちゃくちゃかっこいいんだから、ブランドはフォルメなんだ。今日はフォルメのモルダーを履いていきます。お前を相棒として連れていくぜ。スタイリングしていきます。今日はですね、ダウンスタイルで、で今ちょっとスタイリング剤をね作っているんですけど、なんかジェル系で結構液体状のものでパリッとならないものをちょっと作りたくて、今これサンプルをねいただいてるんで、今日はこいつを使っていきます。お、いいね、液体状のジェル系のやつでね、やっぱ伸びが良くて使いやすいんですよ。これを全体につけていく。あ、やべえ、今日ドライし忘れた。髪を本当はドライしてから使った方がいいんだけど、ウェッティな感じのまま。お、いいね、馴染みがめっちゃいい。うん、まだ香りはこれからつけていく感じ。本当に水のようなスタイリング剤。よし、今日はこれで楽しんでいくぜ。アリ、今日はこのメガネで。OK。アクセサリーはシェームタックル。今日の時計は先日手に入れたオメガの時計をつけていこうと思います。かっこいいね。テテ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 テ。ダバンプのイフですね。もしも君がないなにゃな。歌詞がね覚えられないんだよ。カラオケ行きたいな。今日カラオケ行こうかな。レッツカラオケ。じゃあ行ってくっかな。よし、
今から10分でちょっと行ってみたい学大のピザ屋さんがありまして、そこに今日は行こうと思います。最近ね結構手荒れしちゃってて、普通に薬局でこの響き屋軟膏が効きそうなので、ちょっとね切れちゃってる主婦の人とかね、手荒れしますよね冬場はね。これをちょっとつけて、薬用のクリーム、ハンドクリームをね買いました。普通にこれも薬局で、日々赤切れを防ぐコエンリッチエキストラガード。ちょっとおしゃれなハンドクリームよりも手荒れを防ぐっていうのが大事だね。手が綺麗な男性の方が女性からはモテます。手を綺麗にしよう。 OK。 昨日買ってきたお花とユーカリと石灰柳だったかな。やっぱり植物が家にあると心が和んでいいですよね。丁寧な暮らしをしていこう。こいつは昔ヤフオクで買った流木、竜の顔みたいな感じで気に入ってます。ドラゴン、モンキー D ドラゴンです。さあ出発だぜ。アツヤン君です。2度目の、あ、3回目、一応3回目か。3回目ですね。3度目の、今日はピザ屋へ。ピザ屋、楽しみです。行ってきましょう。外国の人を取り入れるっていうよりは、そうですね、なんか、海外フォロワーにも見て。反応こう、着きました。やってた、よかった。やってないシリーズになるとこでした。ピザーラ、ギレッ。行きましょう。マルゲリータがいいな。のデザインがかっこいい。いやーめっちゃ美味しかったです。聖林館に匹敵する美味しさのピザ屋さんでした。聖林館気になります。聖林館また行こうよ。おしゃれな内装。了解です。こっちの方がいいかもしれないです。白飛びしちゃう。本日のコーディネート、どこが特徴でしょうか。あ、ポイントはオールネイビーですかね。本当だ。ネイビーワントーンコーデで。おお。マフラーで差し色にしてみました。かわいい。すごい。撮るの慣れてる。メガネはバディオプティカルっていうところのメガネです。あとは全身コモリ、今日はコモリで、コモリコーデですね。すげえ。コーヒーへ行きましょう。お願いします。ありがとうございます。さあ、こちら、
ここも僕が学大で一番おすすめのコーヒー屋さんですね。めちゃくちゃおしゃれです。WR。夜はクラフトビールをやっていて、昼間はコーヒーと、コーヒーとっていうかコーヒーのお店ですね。久しぶりに僕も来ました。学大でおしゃれなランチした後のコーヒー屋さんにはここがおすすめだね。特に30代からのいい男になりたい人はこういう店を知っておくといいよね。やっぱ人生って30代からなのかな。憧れるわ。30代からの大人の男たちへ。いいな、大人の男は。これでビールを作ってるみたいです。素材が全部さあ今一度家に帰ってきました。今日は美味しいピザとうまいコーヒーを飲んでめっちゃいい一日。ヘッドホンを今日つけてたんだけど、ヘッドホンでねここの頭頂部が潰れちゃうのだけがねずっと気になっていて、ちょっと今度髪が潰れないマル秘アイテム作りたいっすね。ヘッドホンつけても髪が潰れないようなそんなアイテム作ったらどうかな。さあ今から代々木の方へ有限の展示会へ行ってきます。有限は毎回ね楽しみなブランドですね。しかしちょっと雨降ってきたな。裏張りしてないからやや心配。でも30代の男はこんなことで動じない。はい、今北参道に着きました。ここから歩いて13分ぐらいの場所で有限の小山さんがやられている有限のね展示会に行っていきたいと思います。前回今季の春夏は、ね、結構派手な柄のシャツをつけていてまだ届いてないんですけど、次はね秋冬なのでコートとかねいいコートあるんじゃないかなと思います。では参りましょう。アオリ。夜景が綺麗ですね。都庁がライトアップされています。東京東京東京特許と結局違うか。あちらに見えますのはムーディーなマンションです。イルミネーションみたいですね。今日は昼にピザを食べたんだけどもうすでにお腹が空いています。時間は今6時過ぎですね。オメガのウォッチかっこいい。いい男はいい時計を持とうぜ。で今日夜8時半ぐらいからは歌手のね3周年の記念で学大の小野田商店でみんなで焼肉食おうということで、スタッフみんなでね焼肉を食いに行ってきます。学大の小野田商店はねめちゃくちゃホルモンのうまいお店で、行ったことない人はぜひ行ってみてください。30代いい男を作るチャンネル、波風チャンネル。暗いんですが今有限の展示会行ってきました。一番ねちょっと気になったのはなんか白シャツが欲しくって、有限のアランっていう形の白シャツをつけようと思いました。あとはねデニムすごい良かったですね。結構細めなデニムだったんですけど、有限らしいエレガントな作りで迷いたいと思います。ちょっとねコートも良かったし、レザーのライダースなんかもあって、今季はなんかモダンでちょっとロックなテイストのアイテムが
あるようなそんな幽玄でした。ベルトも良かったな。ベルトとシャツを1点ずつつけようかな。いや今期展示会にたくさんちょっと誘っていただいてつけきれないですね。ちょっと迷いたいと思います。では学大へ向かいます。このフォルメのブーツ裏はレザーソールなんだけど雨降ってきちゃいました。でもそんな時でも30代の男は動じないぜ。帰って早く乾かしてケアしないとだな。よし、かっこいい大人になるために筋トレは必須ですね。最近サボってたからやっていきよう。特別これで ただいま帰ったぜ。いやうまかった。小野田商店、そして今日は幽玄の展示会に行ってアランっていうシャツとベルトをつけました。最高でした。やはり幽玄は色気がある大人のエレガントな服作りをすごいしてるなと思って、デザイナーの小山さんのすごいね服への思いが詰まったそんな展示会でございました。今日はね昼は敦也くんといろいろねお話して、なんかインスタのリールのことだったりとか結構聞けてすごい勉強になる一日でしたね。敦也くんって20代なんだけどね、年齢はすごいやっぱいろいろこう先のことを考えていて、いや自分が30代になってもね若い人から勉強になることって多いっすね。いや勉強になる一日だった。そしてね今日もまた一ついい大人に近づけたかなと思います。いやー明日も休みなんですけどね、今週は3連休で、明日も夜ポストプロダクションの展示会があって、朝からね YouTube の撮影でねあれは有楽町のルミネの撮影があって、そちらの撮影に行ってくるんで、意外と休みでもね YouTube の撮影をほぼしてるんですが、まあ楽しんで人生やっていこうかなと思っております。まあ毎日ね楽しんでいって、たまにリフレッシュするのもやっぱり大事ですね。なんかこう詰め込みすぎちゃうと心の余裕がなくなっちゃうので、結構こう最近は湯煙のショーとか行ってリフレッシュしてます。ということで今日もお疲れ様でございました。明日も仕事の人も多いかと思うんですが、みんな仕事頑張りましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アリーベデルチ。アリーじゃないんかーい。最近パンにハマっていて、明日の朝ごはん用にセブンイレブンの完熟レーズン&くるみ、これを明日は焼いて食べようと思います。コンビニのパンでも結構美味しいです。アリー。そして僕の名前はチョコオールドファッションだよ。セブンイレブンで売ってる。みんなまた次回の動画でも会おうね。アリーベデルチ。最後になんか最近朝方に起きちゃってちょっと睡眠の質が下がってるんでこれ買ってみました。睡眠の質の向上をサポートする眠りの深さすっきりした目覚めに寝るのだ寝るのだを飲んで寝るのだ。アリー。うるさ。じゃあねー。すっきりオレンジ味。